どうもしゅんです。若菜と申します。はい、ということで僕たちは今東大の駒場さんに来てるんですけども、今日は東大生に将来の夢を聞こうということで、東大生、まあ、日本で一番頭がいいと言われている東京大学の学生はどういう将来の夢を持っているのかとか、やってみたいことどういうことなのかって単純に僕は気になったので、今日はそれを聞いていこうかなと思います。はい、コンソメラジに出てる佐野さん、マロタの佐野さんに会いました。そう、今東大生将来の夢、はい、いや将来の夢って難しいかもしれない、やってみたいこととか。将来の夢は夫と子供と幸せにピクニックに行く。意外ですか。それが最終目標。それが最終目標。子供がね、3人欲しくて、3人の子供と幸せに暮らす。一番いいで、今はそのミスコンも出るんですよ。ああ、そうなんですか。よかったら投票、でもこの動画が出る頃にはそう、そう、そう、出るから、まあ、ありがとうございます。いや、すごいおしゃれ。おしゃれ、なんかおにぎりくん。ちなみに何学部？理科にいる。理科にいる。1年生。1年生、はい、なんでこんな格好してるんですか？スモークで、ちゃんこ売ってて、絶対寒くやらされてるんですよ、1年生だから。なるほど、はい、めっちゃやらされてるらしい。めっちゃ寒いです。なるほど、なるほど。で、今、東大生に将来の夢を見て、将来の夢難しかったら、やってみたいと思って。やってみたいこと、アイドルが好きなんで、はい、芸能関係になる。入って飲み坂に会いたいです。あ、会えるよ、多分会えます。会える、付き合える。付き合っちゃダメですね。卒業生とじゃあ何かで。そう考えるとやっぱ電通とか博報堂みたいな広告代理店がぼんやり考えてます。なるほど、はい、ちなみに誰を知ってるんですか？斉藤飛鳥推しです。斉藤飛鳥推し、はい、確かにお似合いかもしれない。何を言ってるんですか？握手会とかも恥ずかしくていけないんですよ。なるほど、緊張してみたいな。在宅の家で。在宅、ちなみに何学の？あ、文化三類ので1年はやった。あ、はい、1年生なんですか？はい、え、なんか1年生、おいくつ？お、いや、現役です。こんな見てくれなんですけど、現役です。19歳。あ、19歳、はい、すごい、なんか10個ぐらいよく言われます。なんか今、将来の夢を聞いて、はい、将来の夢を。あ、特にはないです。なんかやってみたいことみたいなのはありますか？今ちょっと塾でバイトをしてて、はい、まあ、教育系は結構関心があるかもしれないです。なるほど、漠然としてるんです。え、はい、どうして東大に入ろうと思ったんですか？とりあえずなんか成績が足りてたって自分の夢がなかったので、じゃあ一番難しいところをやってみようかなぐらい。あ、なるほど、はい、今から探していこうかなと思います。あ、いい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。先輩、いや、全然19なんで。はい、ということで太郎口、太郎の会。え、これは何ですか？太郎交流会。太郎交流会の、なんていうかな、屋台に来ました。お兄さんの将来っていうのはありますか？そうですね、とりあえずなんかすごい精神科医。医学部なんですか？あ、そうなんですね。え、ちなみに何浪されたんですか？ま、年齢的には7浪かな。ああ、そうなの。精神科医になろうと思ったきっかけは何ですか？いや、なんか友達が失調症になっちゃって、ああっていうのが結構でかいから。なるほど、それがきっかけでっていう。東大太郎の交流会の会長。いや、僕会長じゃないです。僕はでも企画の副代表。ああ、なるほど。何年ですか？僕4年です。あ、4年生。二浪は2年生で。そうです。一生の代は現役で。だから二浪なんです。なるほど。東大生の将来の夢です。来年度から陸上自衛隊に入隊します。そうなんです。だからこんなに高かったんですね。そうです。もう時間あるときに前に。舞台は東大生がならないようにやってみたい。まあ、実際かっこいいんだけど。確かに、かっこいいですね。はい、そうですね。今、東大生のみんなに、なんか将来やりたいこととか、やってみたいことを聞いていて、なんかある？頑張ろう。
んで、うん、世界あ投票ぜひお願いします。お願いします。アップする頃はあのもう終わってるかもしれないけど。確かに終わってるわ。リカさん、リカさんがね、なんか今将来もしあったら教えてほしい。将来は、まあ、臨床医の施設の研究を、最先端の研究をしていきたい。お医者さんになろうと思ったきっかけみたいなのはあるんですか？昔ちょっと親が病気に患われてしまって、その時に医者に助けてもらったので、その本が1日どのくらい勉強したんですか？1日5、6時間でも大学入ってるサークルとか。なるほど、いいな。じゃあ頑張ってください。将来の夢ですか？ビッグになります。はい、ビッグになります。どういか今東大生に、ね、なんか将来の夢とか今後やってみたいことを聞いて、なんかあったら教えてほしい。それこそ俺も YouTuber です。え、マジですか？そのために始まるんですか？いや、俺めっちゃ YouTuber です。東大はやってる。東大生って東大なんか結構勉強系あげる。そういう YouTuber で、まあ、ただで投げるけれども、一人やりたいなっては一応。あ、マジか。ありがとう。それぐらいです。真面目な夢はないです。あ、そうなんです。そんなに仕事とかは作りたくない。はい、ということで、すごいでも楽しかったね。いや、めちゃめちゃ楽しかったです。動画は撮ってなかったんですけど、はい、すごい楽しかったです。はい、いやでもね、いろんな東大生がいてね、なんかイメージとは全然なんか違ったというか、意外になんか決まってないっていうか、まあ当たり前か、すごいなんか新鮮でしたね。はい、ということでまた来年行こう。じゃあな。